絡みない、絡めって書くレベルで絡みがなさすぎる、絡みがなさすぎるよ。リグロス一回も喋ったことない、本当に。あ、でも青くんだけ唯一あのエキスポの本番前ちょっと青くんだと思って喋りにかけて、かっこよくてハグしてもらっちゃった。でもあれなんですよね、実はみんなが買えるって言ってる、孵化してるやつより素直な人が好きなので、今のままでいてね、またハグしてね。マジだな、青くんしか絡みがない。あ、でもあれか、かなでちゃんはとつまちに一回行ったか、とつまちでしか喋れてないので、今度コラボさせてね。え、マジ可愛いよね、可愛い。なんかすぐ騙されそうだから、ドッキリ企画とか仕掛けたいなって思う。例えば先輩から、おいマジで今月厳しいからちょっとお金貸してくんないって言ったら貸してくれそうじゃない。じゃあリリカ、リリカはご飯の親近感がやばい。喋ったことがまだないので、よかったらお話ししてくれますか。リクロスもうすぐ一周年なのにまだ絡みがない。あ、 GTA でちょっと絡んだくらいか。でもマジでほぼそれくらいだよね。それもほんとちょっとだよね。声がめちゃ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 好きだから、ボイス販売を無限にしててほしい。声が好きなので、ボイス販売を1日5つお願いします。声かわいいよね。のちょっと待つだけ待つだけよの時あるじゃん、あれさ、祭り実はプライベートでお尻振りながらよく踊るんだけど。さあ始めた、マジ始めた、一番喋ったことない。あのまあ見てはいますからね。祭りが一番好きなはじめちゃんの番長の配信は、あの8番出口の配信が好きで、マジでね、なんか動物見てるみたいでね、好きなんだよね。あらら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 、あれ、あの回結構好きだね。そうそう、にゃむにゃむ言ってるやつ、あのなんかチェックするときにさ、にゃむ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 って言うじゃん。あのチェックするときに言ってんのがすごい可愛いんだよな。マジで動物の森みたいだよね。動物の森みたいだよねとか言って、いやでも歌のギャップめっちゃすごいよな。ギャップ萌えとはこのことって感じ。このことだなの体現か。絡んだことがないので、よかったら体育館裏に呼んでください。そして最後こちらですね。はい、書いていきたいと思います。祭りす、はい、できました。では、お疲れ様でした。